シルベストレ・レブエルタスは、メキシコの作曲家、指揮者、バイオリニスト。ドゥランゴ州のサンチャゴ・パパスキアーロに生まれる。メキシコ市国立音楽院に学んだ後、テキサス州オースティンのセント・エドワード・カレッジと、イリノイ州シカゴ音楽大学に留学。バイオリニストとして、リサイタルを開いた後、1929年に、カルロス・チャベスの招きで、 メキシコ交響楽団の指揮者助手を1935年まで務め、チャベスと共に数多くの同時代のメキシコ音楽の普及に努めた。この頃から作曲活動に熱が入り始める。スペイン内戦の間はスペインに潜入し、共和派の義勇軍に参加するが、フランシスコ・フランコの圧勝に終わるとメキシコに戻って教鞭を取った。しかし収入は乏しく、 まもなく石品洗うが如しの状態に陥り、叫びたりの日々が続いた。メキシコ市で死んだ当日が1933年に作曲したバレエ音楽、エルリガキュアホペーセアドールの初演日であった。室内楽、歌曲などの作品があるが、とりわけ重要なのは還元楽曲である。そのほとんどは公共誌であり、とりわけニコラス・ギレンの詩に基づくセンセマヤー。 ヘビゴロの歌が最も有名である。作風は超的というよりは先方的で、しかもしばしば不協和音が多用される。リズムは躍動感に富み、しばしばはっきりとメキシコ風のおも気がする。芸術音楽以外に映画音楽にも活躍し、1935年のメキシコ映画ラモノス・コンパンチョ・ビラには楽曲を提供しただけでなく、 ピアニスト役で出演し、ピアニストを打たないでおくれ、セスープリカのティアラールあるピアニストというセリフを口走っている。ありがとうございます。